はい、こんにちは。今日はインスタグラムフォロワー様からメッセージでご質問いただいてます。ご質問は、三木谷先生はワクチン検査パッケージは賛成ですか反対ですかというご質問です。そうですね、ずっと前にワクチンパスポートの是非について動画を上げたことあるんですけれど、まあ、あれからね、だいぶ状況も変わって月日も流れて、まあ、最近の僕の考えだと、まあ、日本はワクチン検査パッケージ導入しないで、通常の感染対策を、したまま経済を再開できたらいいなってね、思います。まあ、これね、本当に僕の希望、願望がかなり大きいし、実際できるかどうか分かんないんだけれど、まあ、できるんじゃないかな、できる可能性はあるなとも考えてますね。ただこの新型コロナウイルスってね、本当に未だにですね、このウイルスの実態がよく分かってない、まあ、専門家でもよく分かってない部分が多くて、まあ、第5波がね、あれだけ猛威を振るったね、日本でね、猛威を振るったデルタ株が今ではみるみる収束して、1日の感染者数もものすごく減りましたよね。これなんでかって、本当に専門家でもはっきりとね、説明ができないんですよね。ワクチン接種が進んだっていうのはあるんだけど、でも未だにワクチン接種してない人たちいっぱいいるわけだし、でこれだけね、人流が増えて、まあ、人流と関係ないという意見もすごくあるわけだし、関係があるっていう意見もあるし、まあ、それもはっきりわからないんですよね。あれだけね、デルタ株のね、実効再生産数がね、多ければ、これだけ人流が広がってて、まだワクチン打ってない人がいるんだったら、ワクチン打っていない人の間で感染とか重症者の数がね、もっともっと増えるはずなんだけれど、それが増えていないっていうのをですね、ちゃんと説明する人ができない。まあ、説明はするんだけれど、人によって意見が違うし、その説明もね、はっきり本当なのかどうかもわからないっていうところがあるわけですよね。だから本当に僕の希望が大きいんですけれど、で日本のワクチン接種率って10月3日の時点で1回以上打った人が 71.7% で、 で2回接種完了している人が 61.3% なんですよね。 61.3% って今もう先進国の中でもかなりね、優秀で、アメリカですらね、あれだけ前からワクチン接種進んでたのに、2回打った人 56.3% で頭打ちになってるんですよね。これをもうすでにね、アメリカは日本抜いて、これからまだまだ接種率伸びるわけですよね。まだ打ちたくても打ててないっていう人たくさんいるわけなので、だから最終的にはね、もう8割近くいくんじゃないかなって思ってるんですよ。で今のところね、12歳未満はワクチン接種対象になってないんですよね。で12歳未満の人口って日本大体 10% ぐらいいるんで、まあ12歳以上の人たちが全員ワクチン打ったとしても、まあ、それでも 90% ぐらいしかいかないんですよ。うん、だけど、まあ、国民全体のね、8割ぐらい打てばですね、その打った人たちが壁になって打っていない人たちの、感染を妨げるっていう効果はね、だいぶあると思うんですよね。うん、ということでございます。うん、であとね、メルク社の抗ウイルス薬、まあこれ年内にも日本で特例承認されるんではないかって言われてるんだけれど、まあこういう有効な武器もこれからね、の飲み薬ですので、在宅で飲むこともできるし、外来で処方することだってできるし、まあそれによって重症化を予防することもできるし、まあ、ワクチン接種が増えることによって、まあ、重症者も少なくなります。で飲み薬によっても重症者が少なくなれば、まあ、医療のキャパもだいぶ増え、キャパがに余裕ができますよね。だから第5波の時に入院できなかった人がいて、そういう人たちが自宅で死亡するということもですね、まあ、うまくいけば今後はもう ほとんどないんじゃないかなって思います。それだけキャパに余裕ができれば、抗体カクテルとかもですね、まあ、必要な人に行うこともできるわけで、早期治療にですね、今まで以上に手厚くすることができると思いますのでね。はい、なので、まあ、通常の感染対策、まあ、マスク、換気、大声出さないとかをしっかりと今まで通り実行していけば、ワクチン接種率が日本も8割近くまで上がれば、
ワクチン検査パッケージ導入しないで、ある程度イベント再開、経済再開できたらいいなって思っております。やっぱりそのワクチン検査パッケージっていうものそのものがそもそもすごく不完全だと思うし、これを導入することによってね、すごくね、大きな差別を生むと思うんですよ。ワクチンを接種したくてもできない人っていう人も一定数いるし、あとはもともとワクチンに不信感を持っていて打ちたくないっていう人も一定数いるので、そういう人たちに対する、差別ってすごく生まれてしまうと思うんですよね。あとはワクチン打ったからといって、その必ず全員抗体ができるわけじゃなくて、本当にわずかね、一定数抗体できない人っていうのもいるわけですよね。あとはワクチン打ってない人は、そのワクチン検査パッケージだと PCR 検査をあらかじめ受けておけば、そのイベントに参加できるとか店の中入れるっていうことになってるけれど、そもそも PCR 検査自体がね、すごく不完全ですよね。偽陰性っていう方も一定数いるし、その人たちが陰性だったからといって必ずしも感染していないとは言い切れないわけだし、でワクチンを接種した人でもウイルスを保有してて、その人に感染力があるっていうことあるわけですよね。なのでワクチン検査パッケージ導入して、ワクチン打った人と PCR、ワクチン打ってなくて PCR 検査陰性の人たちをね、大勢集めてですね、それでイベントやった場合、やっぱりワクチン接種したけどウイルスを保有してて、ワクチン打っていない PCR 陰性の人にですね、感染させてしまうっていうリスクものすごくありますよね。なのでワクチン打った人と打ってない人が一緒にね、大勢になった場合、圧倒的にですね、ワクチン、打ってない人たちが不利になっちゃうわけですよね。それによってね、ワクチン打っていない人の感染者数がね、上がってしまうっていう可能性ありますよね。なのでワクチン検査パッケージ導入して、PCR 検査受けた人とワクチン打った人大勢ね、一緒にするとですね、そのワクチン打って抗体がある人はまだいいんですけれど、やっぱり抗体ない人とかワクチン未接種の人たち、危険ですよね。不利だと思います。そうですね。ということで、そもそもワクチン検査パッケージ自体がその全く意味がないわけではないんだけど、非常に不完全だと思うので、あんまり意味のない部分もあるわけですよね。なので、できればこれ導入しないで経済再開できたらいいなと願っております。ということですね。やっぱりワクチン未接種の人たちが検査パッケージ、ワクチン検査パッケージの集団の中でね、感染して重症化するっていう可能性ありますんでね。あとはやっぱりワクチン検査パッケージ導入することによって、ワクチン打っていない人への差別、そこからの分断っていうのはね、必ず生じてしまうと思いますよね。ワクチン打ちたくても打てない人必ず一定数います。その過去にアレルギーでそのアナフィラキシーの起因があって、でそれによって担当の医者からワクチン接種自体をね、止められてるっていう人もいるわけですよね。そういう人たちが毎回イベントに参加するたんび、ご飯食べに行くたんびに PCR 検査、あるいはその他の検査を受けるっていうのも非常にね、不都合なところあります。面倒くさいっていうのもあるし、それが自己負担になるか公費になるかまだはっきり分かってないと思うんですけれど、どちらいずれにせよね、これかなりワクチン打っていない人たちの方が圧倒的に不利になると思うんですよね。あとは打ちたくても打てない人っていうのもいるんだけれど、そもそも打ちたくない人っていうのもいるわけですよね。で、その理由によってはですね、僕本当にその共感できる部分もあって、僕自身はファイザーのワクチン2回打ったんだけれど、僕自身は打つメリットと打たないデメリット、それを勘案して打つべきだって自分なりに勉強して打ってよかったって思ってるんですけれど、でもね、本当にやっぱり打ちたくない人っているわけであって、やっぱりそれってその医療とか政府に対する不信感から打ちたくないっていう人もいるし、あとはメッセンジャー RNA ワクチンとかウイルスベクターワクチンっていう、特にね、どっちかというと
今まであんまり経験したことない未知 のワクチンに対する恐怖不安っていうのも持ってる人は持ってると思うんですよね。特にその医療とか政府への不信感ってやっぱり持つのってしょうがないと思うんですよ。やっぱり日本って過去に非加熱製剤でその HIV を広げたとか、あるいは集団予防接種で針を使い回して、まあ、B 型肝炎の患者さんを増やして、それによってその訴訟が起きてるとか、あとハンセン病の患者さんをね無意味に隔離したとかね、差別をしたとかですね、やっぱり過去に間違ったことをねやっぱりたくさんしてるんで、それに対する不信感っていうのはあってしょうがないと思うんですよ。で、まあマイクロチップが入ってて 5G でコントロールされてるとか、ディープステートとかビル・ゲイツの人口削減計画だとかね、まあ、根拠のないデマを信じてそれを広げる人たちは、僕はそれは良くないと思うんだけれど、まあ医療への不信感、政府への不信感で打ちたくない、あと未知へのワクチンに対する恐怖不安で打ちたくないっていう人の気持ちは分かるし、そういう人たちの気持ちは尊重しないといけないので、まあ、なるべくこういうワクチン検査パッケージみたいなのを導入して、ワクチン打っていない人をね差別するっていうのをがなくても、こういうのを導入しなくても経済再開できたらいいなって僕はね願っております。はい、ということでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。